口は、消化管の最前端である。食物を取り入れる部分であり、食物を分断し、はじし、取り込むための構造が備わっていると同時に、微空と並んで呼吸器の末端ともなっており、発生期間の一部でもある。文脈により、高校とも言う。なお、高校の読みの例外として、日本の医学界においてはを正式とする。生物学に限らず、一般に、 穴等の開口部を指して、口と呼ぶ。このため、口は、様々な肝用句や、比喩表現に使われる。口はそれを所有する生物によって、構成要素や構造が様々であり、その機能に見合った生活をしている。人という地上脊椎動物に限らず、消化器官系の初っ端となっており、もっぱら栄養素の摂取等に用いられる。多く動物の口には、付属器官があり、 それには舌や歯、外分泌器等を備え、歯による咀嚼のような食事の補助に限らず、外敵に対抗し、身を守る手段として利用している。人を含め多くの脊椎動物の口には歯に相当するものが内部に付属しており、接触に伴う咀嚼や消化液との拡拌という機能以外に、発生の補助や味覚、呼吸等様々な行動を補助する機関となっている。 また、外部唇と開閉部のみを指して、口と呼ぶことがある。形態学的には、口とは、顔面前面部に、顎関節の補助によって開閉する開口部を指し、粘膜に覆われ様々な付属器官を持つ消化器官の開口端とされる。口は、消化系の入り口であり、体表に開いた穴として認められる。その周辺には、餌を取り込むための筋肉が発達しているのが、 通例である。また、周辺に食物を取り込み、採卵するための構造が付属する場合が多い。それらの形は、取り込む食物の種類によっても大きく変化する。口は、人が生命活動をしてゆくために食物を取り入れる最初の体内であり、またそれゆえ外界からの異物に侵食されやすい場所とも言える。また、栄養を取り入れるだけでなく、 それらを味わい楽しむ場所でもあり、人生を活気づけることができる。それゆえ高校内の異変は、歯を失った老人が一般よりも地方が早く進むなど、生活に様々な影響を与えてしまうとされる。また、公衆の原因にもなる。そのため、高校の付属機関として、葉は健康にとりわけ大きく関わると言える。葉は、生後半年ほどで生え始め、 3歳頃には20本の乳歯が生え揃う。6歳頃に乳歯から永久歯に生え変わり始め、親知らずを含めて、上あご26本、下あご26本の総計32本が生え揃う。歯の生え方や歯並びは噛み合わせに大きく関与し、その良し悪しが心理的ストレスに限らず肩こりや頭痛、顎関節炎等の原因になる。現代人の顎は、 戦後の食生活の変化により、細かし、歯並びが悪くなるものが多くなり、矯正を必要とする人が増えてきたとされ、歯並びの歪みは現代病の一つとして挙げられている。永久歯は、加齢とともに口実する口の病気などで抜けたり、抜かれたりして失われる。義歯や入れ歯で補う人も多い。日本歯科医師会は、80歳で、自分の歯を20本以上残そうという8020。 運動を1989年から推進している。自前の歯を守るなど高校内の衛生を維持し、口臭を抑えるため、多くの人が先行や歯磨きを行う。歯石絶対を除去する人もいる。高校内の病気として、以下がある。口術の医学も参照。口は、様々な外部のものを取り入れる体に開いた穴であり、様々な病気に侵されやすい。 そのため、古来から口に用いる道具は装飾の目的より、病気予防のものが多かった。その中で歯磨きは最も一般的な行為の例であり、それに伴って歯ブラシは多くの変遷を経てきた。現在ではまだ普及途上ではあるが、家庭用として1000ミリリットルほどのタンクに水を注ぎ、小型ポンプで加圧し、細いノズルから噴射して早歯茎の洗浄を行う。 器具も発売されてきている。日本では、高校掃除や除菌、高校悪臭改善のために歯ブラシ、爪楊枝、糸楊枝、高校用洗浄液、岩草薬、トローチ等を用いる。日本では、古代は和紙という風習があったことが出土した骨から推測されている。平安時代後期から江戸時代にかけて、歯を黒く染めるお歯黒という習慣があり。 装飾とともに身分を表す手段として用いられていた。現代では歯にプラスチックを用いたコーティングマニキュアにより見た目を美しくする技術がある。また、虫歯を防ぐ目的で不ッ素によるコーティングを施すことがある。人間の口は食物を摂取するための器官である。構成する組織として歯、口校粘膜、舌などがある。一般に口校には 常時1億以上の細菌が存在している。なお、思考の8割はそれらの細菌類の塊である。口は、口校の入り口で口列を上下より強する口唇、すなわち上唇と下唇よりなり、上下両端で合唾するところ、すなわち唇高連の内側に口角をなしている。上唇の皮膚正中にある幅の広い縦の溝を、人中といい、また、口角の外方から、 尾翼の外側縁に至る微信口と下唇の下側に横に走っている音がい溝がある。高校はこれを高校前提と競技の高校に分けることができる。ありがとうございます。